皆様、こんにちは。私はアイシャと申します。どうぞよろしくお願いします。このビデオでは私の町ヘルワンを紹介しています。ヘルワンはカイルの遥か南に位置しています。ヘルワンには綺麗なところがたくさんありますよ。あの場所を知るために最後までお見ください。ファルクコーナー博物館はナイル川に直接あります。ここで広大には王室の宮廷とみなされていました。1942年にファルク王様によって開かれました。私は長い時間ヘルワンに住んでいたのに、この素晴らしいところの初めての訪問です。公園は1917年に建てられました。公園には古代日本の特徴的な彫像がたくさんあります。日本ではブッダ先生と三円の像がとても有名です。皆様、ご覧になりますか？ヘルワンで人気がある公園の一つです。私はここに行った時、子供の頃のことを思い出して懐かしいです。神様がヘルワンにミネラル塗料の水を与えてくれました。アイネヘルワンは修理された用の利用が27%に達するから、エジプトで一番有名な温泉の一つです。イムハテブがヘルワンのよう水を最初に発見したと言われています。この図書館ではほとんどの時間を過ごして本を読んだりレビューしたりするのが好きなので、私のお気に入りの場所の一つです。ビデオの終わりに皆様にご覧になった本当に感謝します。